株式会社 FM は、家内は、北海道は家内市、利尻郡利尻町の全域及び、レブン郡レブン町、利尻郡利尻富士町の各一部地域を放送区域として、超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。FM はピの愛称で、コミュニティ放送をしている。FM は家内演奏所、FM は家内オレンジスタジオ日本最北端の放送局である。 愛称の由来は、輪っか内と輪っかの、ワット、ピは、ピース、ピープルの、ピからできている。この愛称は、一般公募により決定した。スタジオと本社は、末広の国境ビルにあったが、防災対策として、富岡の輪っか内市障害学習総合支援センター、風からる内に移転した。他にサテライトスタジオが、輪っか内含みな都市場内にある、サポートスタッフによる、 自主制作番組が数多く放送されており、地元密着型の放送を展開している。インターネット配信はサイモルレイディオによる、スマートフォン用アプリケーション FM 超もある。稚内周辺は FM 北海道の放送エリア外のため、過去に同局が制作した乗り行きの近未来経済研究所をネットしたことがある。基本24時間放送。 ただ支持者制作番組、外部制作番組以外の時間帯は、ミュージックバードの番組を放送。ふとじは、生放送は加内氏は、2013年から、緊急告知防災ラジオを全世帯に無償対応している。FM は P 以外に、NHKFM 朝日川、NHK 第一放送、NHK 第二放送、HBC ラジオ、STB ラジオも受信できる。 ABC 日間層や2019年2月17日付一面、FM ラジオ本放送を開始層や三崎、東浦地区会社概要、ABCDE 理事立長全域で、コミュニティ FM が、聴取可能に引く、総務省北海道総合通信局、2018年10月16日、配信、2018年10月17日閲覧、ABCDE 若内市全域で、 コミュニティ FM が、聴取可能に引く FM はかない、宗谷三崎中継局及び東浦中継局に、免許、総務省北海道総合通信局、2019年2月15日、配信、2019年2月17日閲覧、FM ワッピが移転しました。FM ワッピ、パーソナリティブログ杉谷健春2018年4月19日。 輪っか内市のコミュニティ放送局に免許北海道電気、通信管理局報道資料平成8年6月28日、輪っか内コミュニティ放送局が出力アップ。登場報道資料平成11年11月1日、AB リッシリ町エリアで、コミュニティ FM が、本放送開始 FM か内リッシリ中継局に、免許北海道総合通信局報道資料、 平成29年12月14日、放送普及基本計画の一部改正案等に対し、提出された意見及び総務省の考え方ナンバー58、株式会社 FM 稚内及びナンバー1例稚内市放送普及基本計画の一部変更案に、かかる電波管理審議会の答申及び意見募集の結果引く、コミュニティ放送にかかる規定の整備。 総務省報道資料平成21年6月10日の、べっしりシリエ5、g FM ワッピ新着情報一覧2017年11月4日、放送法施行規則別表第5号10、スマホアプリができました。FM ワッピ新着情報一覧2018年2月27日、スタジオ移転に伴うお知らせ道場2018年4月2日、遊びに来てください。 同情2018年4月14日、防災ラジオの受け取りはお済みですか広報はっかない2013年10月号、P4 緊急告知防災ラジオについて、わっかないし、ありがとうございます。